今日はですね、まあ、ラップ5、浪曲を毎日やりまして、はい、休憩を挟んで、その後もお時間の許す限りずっとひたすら講義ございます、はい、どうですか、その古代史の方には造形がありますか。ミクネさんはなんか好きだって言ってたんですけど、あ、なんか小さい曲は日本史の中で、はい、なんか読んだ曲があります。わー、綺麗ですね。綺麗だね、おかしいおかしい会話としておかしいですから。いいですね。あ、ちょっと会話はまた来てる。鈴木すぎなんですね。ミフネさんもまだその、はい、大学院まで行ったんですか。あ、そうです。だからそういうアカデミック特使なんですよ。おー、はい、でも私はすごい感じで。何で大学院まで専攻は。民族っていうのはどっちの民族学。あ、ポンクロアの方ですね。伝説の方じゃない方ですね。あ、そっちですね。あ、そっか。柳田邦夫の方ですね。ああ、じゃあもうめちゃくちゃドンピシャじゃないですか。隣ぐらいですか。はい、もう隣の分野です。おお、いや、もう詳しいですよ。おやおや、怖いな。はい、私は千葉大学というところでまして、はい、ひたすらラグビーに打ち込んでいます。スポーツの、はい、もう頭たくさんぶつけたんで、何も覚えてない。でもその浪曲の方にも古代のネタとかないんですか。そうですね、だから、はい、中心蔵とかありますけど、はい、だから時は元禄14年とか、その匠の神とか言いますけど、はい、意味も分からずに言ってますね。いやでもなんかお客さんはなんか覚えたことを言ってる、喜んでくれてるんで、なんか伝わってんだろうな。そうだね。じゃあまあ浪曲はバカでもできる。そうだね。そう、言い切っていただいて。ちょっと今日は秀才のバカがちょっと足引っ張っていく感じ。いや、そう、発想男女なんで。はい。すごい。じゃあ先生ちゃんとこっち見てください。見られてないなと思ったらすぐ寝ますからね。すぐ寝れないです。わ、はい、かりました。それでじゃあ、はい、やっていきましょう早速。はい、はい、よろしくお願いします。